失礼します。お疲れ様です。どう今なんかやってみて、そのこういう、まあ、芸能の仕事ってなんか自分の中でどういう感じ？なんか最初は、うん、なんかダンスとか歌をやらせてもらってたんですけど、あんまりなんか楽しいっていう実感もあんまりなくて、2ヶ月3ヶ月でこうリリースイベントにも出させていただいて、早かったんですけど、そうなっていくとなんかどんどんもっと上を目指したいって思って聞いたし、まあちょっとまずこれを今日ちょっと読み上げてもらっていいですか？あなたはこの度 HMV&SDR がコラボした新企画バトルストリートの選抜メンバーに決定しました。詳しくは追ってご連絡差し上げます。そう、今回あの、ちょっと上位に書いてたので、はい、今回のちょっと企画をちょっと一緒にできたらなっていう感じで。ありがとうございます。俺はなんか前からちょっと 気にはなってたのね。で、まあ、今回こういう企画をHMV さんとやらせてもらうにあたって、まあ、上位もランクしてきたし、いい機会だなと思って、かっこいいグループ作りたいなってこともあるし、なんかみんなが胸張って俺このグループやってるんだっていうようなちょっとグループを目指して一緒にやりたいなと思って。ありがとうございます、うん、本当にいろいろ楽しみなんですけど、この企画やりたいなって思っていたので、かっこいい音楽でやれるっていうのがすごく楽しみです。今こうやって上位に入れたのは、ファンの人たちの応援があったからこそだと思うので、本当にバトルストリートになれてよかったって思えるパフォーマンスもしたいですし、見てる皆さんも、本当に楽しくてかっこいいって思えるようなパフォーマンスができたらいいと思うので、これからもバトルストリートで頑張りたいと思います。